皆様こんにちは。奈良観光コンシェルジュの松原です。今回は奈良県葛城市にあります大麻寺をご紹介いたします。こちらのお寺は奈良盆地の西側にあり、大阪との県境の山二条山の麓にあります。昔から太陽というのは信仰の対象になっていまして、春分、秋分の時期には奈良県桜井市にある三輪山から太陽が昇り二条山へ沈んでいくということで、奈良の人々にとって特別な山の一つとされていました。お寺の始まりは飛鳥時代で、あの有名な聖徳太子の弟さんが関わっているとされています。歴史もありますし規模も大きい奈良県を代表するお寺の一つです。さて、門前町と呼ばれるお寺の前の雰囲気のある町並みを抜けて歩いていきますと、まずは仁王門または東大門と呼ばれる門が立っています。神社やお寺など南向きの門が一般的ですが、こちらは東向きになっています。実はお寺が作られた当初は南向きだったそうなんですが、途中で東向きに変わったんです。そのお話は後編でさせていただきますね。まずはこちら、仁王門には仁王像というお寺を守る門番が左右にいらっしゃいます。口を開いた阿行と口を閉じた運行です。お寺の中に入ると開けた空間に出まして、まっすぐ歩いていきますと鐘楼というお寺の鐘を吊るすための建物があります。中には緑色に変色したいかにも古そうな鐘が吊るされているんですが、なんとこちらの鐘は日本最古と言われています。高い位置に吊るされていますので間近で見ることはできませんが、貴重な国宝の文化財です。さらに進んでいきますと、いくつかの建物が見えてきました。大きなお寺には寺院といって、敷地の中にお寺に関わる小規模なお寺または建物があるんですが、大麻寺にもたくさん残っています。まず左手には中野坊という寺院があります。こちらには庭園がありまして、大和三名園という奈良にある3つの由緒ある庭園の一つに数えられています。続いては大麻寺の中心となるエリアです。右手には講堂というお坊さんが説法したり講演したりするお堂が建っていまして、中には重要文化財を含むたくさんの仏様がいらっしゃいます。そして左手には金堂というもともとのメインのお堂、本堂だったお堂が建っています。中には飛鳥時代の仏様がいらっしゃいまして、日本最古の粘土で作られた仏像です。以前ご紹介した飛鳥村の岡寺というお寺では、日本最大の粘土作りの仏様がいらっしゃいましたが、こちらは最古です。周りにはこちらの仏様を守る飛鳥時代の四天王像がいるんですが、これらがまたかっこいいんです。いらっしゃった際はぜひ見てみてください。そしてこちらの裏には日本最古の石の灯籠がありまして、そこから道を進んでいきますと塔が立っています。大麻寺には2つの三重の塔が立っていまして、古代の塔が揃って残っているのは日本で唯一ここだけです。奈良市にある薬師寺も2つの塔が立っていますが、西の塔は昭和になって再建されたものなんです。先ほどから日本最古や日本で唯一などとご紹介していますが、とにかく奈良には日本を代表する貴重な文化財がたくさん残っています。こちらは東の塔、東塔といいまして、奈良時代に建てられた三重の塔です。高さは約25メートルで、何といってもこの古く重厚な趣が何とも言えません。大麻寺はとても大きなお寺ですので、続きは次回に引き継ぎたいと思います。次は先ほどの金堂がなぜ本堂ではなくなったのか、南向きのお寺がなぜ東向きになったのかをご紹介したいと思います。それでは次回もお楽しみにご覧ください。ありがとうございました。